こんばんは。こんばんは。今日のデイリーメンターは家庭教師ビジネスが熱くなるです。千人さん説明をお願いします。これから結構家庭教師が流行ってくるんですよ。で、これどういうことですか？って言うと、ホームスクールをやる人が増えてるんですよね。今で、うん、どんどんホームスクールまあ、アンスクールとかホームスクールっていう概念があって、学校に行かさずに家で自宅で教育する。自宅教育っていうのがどんどん流行っていくんですよ。 でこれも結構僕もう何年も前から言ってるんですけどその当時はなんか先日はまた変なこと言い始めたってケラケラって笑われてたんですけどなんか最近言われてきたのがやっぱり有名な人たちとかすごい大きな会社の社長さんとかが子供をホームスクールにしてるとかいろいろその話が出ててなんかそれを聞いたらなんかホームスクールっていいらしいよ若 <laughs> 者顔で言う人がいるんですけどやっぱりそういう人いろんな他人評価の人はそういうふうに自分で聞いたことを認識できないんだなと評価できないんだなと思うんですけど。 ホームスクールとかアンスクールっていうのはとにかくこれから出てきてその時に自宅教育する時にやっぱり親が教えれることってやっぱり限界があるんですよねだからやっぱり自分が算数を教えるっていっても算数をどうしても自分が苦手だったり教える科目ってやっぱり決まってると思うんですよ親もだから限界来た時に家庭教師を呼んで教えるっていうのが大事になってくるんですよねなので僕とか結構本当にあのこういうのがあってあの子供の時に本当に学校についていけなくて 学校の先生がとにかく言ってる意味が分からなくて学習障害児頭おかしいって言われてたんですよねなので学校行,か行きたくなくてでそれで家庭教師は結構もう結構頻繁に変わってて家庭教師が親が雇ってくれてしかもどんどん変わってたんですよなんか1週間タイで変わった時もあっ,たあって <laughs> この先生嫌だとかわ,わけわかんないとか <laughs> この先生面白いって逆になんか遊びすぎたりしてダメだったり <laughs> でやっぱり最終的にいい先生が見つかったりして。 自分に合った先生って見つかった結構その長くずっと続けて家でずっと教えてもらったりしてましたねだからそういう記憶があったりするんでこれからそういう子どもたちがホームスクーラーが増えてくると家庭教師の需要がどんどん伸びてくる、うんうん、なのでこれから家庭教師ビジネスは熱くなりますねうんブッダ勉強した方々がこう家庭教師になるっていうことも考えられるって、ね、ことですね最高ですよね、うん、それは。うんうん、うん ぜひ来てほしいですもんんね考えてみるとブッダを学んだいろんな学習テクノロジーを学んで学習タイプ教育スタイルというのを学んだ上で家庭教師やるとその子がどういうタイプなのか認識した上で教えれるんでものすごく引っ張りだこになるかもしれないですね人気者になって。